おい、さあ、ポスノカード、スーパーデラックスをやっていこうかなと思います。これに関しては、英語バージョンなんで、まあ、俺もあんまりよく知ってないんでね。まあ、とりあえずやっていこうかなと。まあ、これちょっと、チラッと、ちょっとだけやったデータなんで、本当にちょっとしかやってないんだ。とりあえず、じゃあこれから。食べ物がデレダイオから盗まれちゃった。カービィ、どうにかしてちょうだい。はい。コピー、初めてのゲームですか。いいえ、とりあえず、まあ、後々やりながら説明していこうかなと思いますね。これはちょっと簡単なチュートリアルみたいな。敵を吸い込んで、その能力をコピーいたしますと。まあ、それがカービィの能力です。で、こうやって、この、他のやつは知らないけど、他のバージョンは知らんけどさ、回って仲間をね、生み出すことができるんで、ね、まあそんな感じで、まあちょっとやっていきますね、こういうの。はい。で、まあ吸い込みます。で、こうやってもババ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 バ
で、ま、仲間を出すと、はい、で、オラペットの力を手に入れると、こうやって、あれ、まあ、戦ってくれるかね。だか結構心強いですね。まあ、今までカービィは仲間がいなかったんで、まあ、他のバージョンだとなんか、なんだろう、変なフクロウとかなんか、リスとかなんか変な、あとコイキングみたいな、ポケモンのコイキングみたいな仲間とかいたような気がしたけど、まあ、とりあえず基本孤独に戦ったカービィさんはこれで心強い、とても楽しい旅ができるんじゃないですかねっていう、まあ、ことが予測されますね。はい、これ食べ物食べるとね、回復するんですよ。で、回復して一定時間内に、まあ、仲間とキスをすると回復するんで、まあ、ガンガン一緒に愛を語ってくださいって感じです。よいしょ、はい、最初のボス戦をやっていくとしますかね。おい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 、俺たちの力を合わせてこの変な木みたいな物体を倒す。危ない、逃げるぞ。おお、仲間が倒してくれました。サーキブル、でもそんな名前だ気がするんだ確か。ステージ2と、このパートはどうなのかな、こうやっていくか。はい、投げる、いらない、ああやべ、ったあ、だめだ、あかんかんかん、ごめんね、ごめんなさいね。はい、ほら、これが欲しかったんです。少量拳動力が欲しかった。これめっちゃ大好きなの、このゲームはね。これもそうか、小学生ぐらいの時からやってて、結構友達とかにハマったんで、まあ、でなんかたまたまね、見かけたっていうか、手に入れたんで、まあ、これはやるしかないな。ちょっと削りなんで、まあでもやったことあるのは日本語バージョンだけなんですよ。あとは知らんですよ、この英語バージョン何がどうなってるのか。多分基本的には一緒だ。おっ、ああ兄なんてことしてくれるんだ。はい、無敵、面倒取りもしてやるよ。うい、ああ、ほんと、あの、ナックル野郎が分かったんだけど。よし、これ、無敵状態なんで。ほい、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 ほい。まあ、無敵状態なんで、ね、ボーって。まあ、いろいろ楽しい。まあ、無双モードみたいな感じでも、やっていけばいいんですかね。これは、まあいいや、せっかくだからね、いろんなのに使ってもらおうかなと思います。そうだった、あれ、間違った、終わる。上かい、遠いよ。久しぶりだな、このゲームやんの。お前死にそうじゃねえか、お前大丈夫か、まあ多分大丈夫だろう。
あ、よし、よかった、よし。これはあげよう。これは君はあげよう。受け取りたまえ。あ、ミスった。まあいい。じゃあちょっと戦士系2人ってことで、本当は仲間に炎をあげようと思うんだけど。よし、いい。基本的にこのゲームやるけど、あんま一つの能力しか使わないけどね。まあいいや、どんどんいろんな要素使っていくかね。その方が多分やってるもんね。相性悪いな。どうにかしてくれよ。おいいね、いいね。おい。おー、ナイス。おナイスだな。なかなか、俺は優秀な仲間。仲間は優秀な仲間を手に入れるようだ。手に入れるって言い方がおかしい。あ、何で入るやばいな。ちゃんと。やめろ、お前。やめろ、お前がいないと、これ、ここに、バカバカバカ何してんのあんた。ああ、これを、ええ。まあ、爆発してる最中に助けらんないと、消滅してしまうんで。しまって、これでいこう。まあ、いいかな。何やってんだよ、お前は。ええ。まあ、俺、ボム好きなんで、普通に。だって、俺も死にそうだよ。ちょっと、マジかよ。ちょっと、この状態。何かないか、何かないか。ああ、マジかや。ああ、やるしかねえか。ほい。ほい。ちょっと慎重派に。慎重派になってください。ちゃんとやってくれよ。おお、ナイス。めっちゃ速い。あ、とりあえずこの、今のやってるこの、なんていうの、物語の、なんていうのかな、目的は、まあ、この、デデル大王ってやつが、いろいろ食べ物を盗んでしまったんで、村人たちから食べ物を盗んでしまって、それでカービィがちょっと成敗しに行こうっていう、そういう話だったんで、でもラストステージだから、結局早えな。なんかないかな。蹴ってもいいかな。まあいろんなコピー能力あるんで、まあ、それは後々おいおい、まあじっくりやっていきたい。デデルだ。お前なんか起こしてやるね。あ、俺完全に怖いじゃん。お前なんか怖いじゃん。もうつってボン。食べ物が元にばらまいてみんな元通りになるのじゃ。あは終わり。早えよ。スタンドールスプリングブリーズ春風もよかった。現代が確かなんだっけ、春風なんとか、まあ、爽やかな風と思うけど、ちょっと嫌だけど、あんま覚えてないけど、俺はゲームボーイ持ったんだよね、なんか、その話した内容は同じだった気がするな。でも、この早かったかな。めっちゃ早くね、これ。まあ、序章みたいな感じで、まあ、いろんなカービィのお話が、この一つの、星のカービィデラックスに詰まって、散りばめられている。まあ、そんな感じなんで。でも、こうやって完成。カービィもどきだったらしてくれ。いろんなパートがあるんで、このゲームに。それをこちらのやっていこうかなと思っております。
終わりかな一応先に進まないまあとりあえずじゃあこれで一旦切ろうと思います。また次回お会いいたしましょう。